アメリカを代表する人気キャラクターポパイ。あのほうれん草の缶詰美味しいのかなと誰でも一度は考えるはず。でもほうれん草の缶詰って見たことあります？そこで本日の指令、ポパイの力の源、あのほうれん草の缶詰を探せ。ポパイの故郷はアメリカ。というわけでやってきたのは輸入食品を多く扱うこちらのスーパー。早速捜査開始。ほうれん草、缶詰売り場も見つかり、必死で探す宮田捜査員。果たして見つけることはできるのだろうか。ちょっと待って、あった。そんなにあっさり？あったよ、ほうれん草の缶詰。なんと、ほうれん草の缶詰は実在したのである。しかもポパイの国アメリカ製。一体どんな味がするのか、早速開けてみると、なんだかぐちゅぐちゅ、野沢菜の漬物のようだ。そして肝心なお味の方は、ちょっとちょっとすごい顔になってますけど、すごい。でもポパイはこれを直接食べていた。アメリカ人はみんなこうしてポパイのように食べているのか。これはさらなる捜査が必要だ。ポパイといえば船乗りさん。というわけでこれは船乗りさんに聞くしかない。そこで捜査員、大胆にもアメリカ海軍横須賀基地に潜入。船乗りさんには会えるのか。あ、船乗りさん発見。この人たちもポパイのようにほうれん草を食べているのか。エクスキューズミー。花粉を感じてヘパが取る、感じる霧ヶ峰。巻き起こる煙、舞い上がる埃、あなたを。煙と埃を感じてヘパが取る、春も大活躍。感じる霧ヶ峰。三菱電機のテクノロジー、見て。ビーツフォーム。This is ideal hair according to Vidal. 洗うだけで決まる髪。ビダルサスーンパーフェクトスタイル。P&G です。お洗濯と除菌、お医者様のアドバイス。例えば洗面所のタオルはみんなが使うでしょ。湿っているとバイ菌が繁殖しやすいんですよね。アリエールピュアクリーンの洗浄力なら白く洗い上げ除菌もします。せっかく手を洗ったら除菌したタオルで拭きたいですよね。洗浄力に除菌力、アリエールピュアクリーン P&G です。船乗りさんは本当にポパイのようにほうれん草の缶詰をそのまま食べているのか。これ何ですか？これ何って、これはほうれん草。毎日ほうれん草、しかもポパイ。はい、なんとカートには大量のほうれん草の缶詰が。しかもラベルにはあのポパイが。やっぱりほうれん草はこのポパイ缶詰に限る。船乗りさんはポパイ印にこだわるらしい。やはりポパイのようにほうれん草の缶詰を食べているのか。お宅にお邪魔してみると、なんとここにも缶詰が。一体どうやって食べているのか。缶詰は普通に開けた、そのまま食べるのかと思いきや、なんと鶏肉の上、そしてオーブンの中へ。出来上がった料理はこちら。意外にも見かけは豪勢。どうやらポパイのように缶詰から食べるわけではないらしい。でも味は、うん、おいしい。でもどうして生のほうれん草を使わないの？ほうれん草の缶詰は海軍ではなくてはならないものなんだよ。そう、実はアメリカ海軍と缶詰の歴史はなんと南北戦争にまで遡るのです。海に出てしまうと食料を確保できない海軍にとって缶詰は必要不可欠。そして今も船や潜水艦にはほうれん草の缶詰。
ほうれん草の缶詰はポパイだけでなく本物の水平さんとも縁の深いものだったのです。おいしい。本当私好きですこの味。あらびっくり。えダメですか。思ったより、うん、よく噛めば噛むほど、うん、ほうれん草の味が出てくるの分かりました。青のりも。でもね香りがね、なんかこう青っぽいね。すごいいい香りはする。楽ですよね。青物市場って感じが。美味しい。これ日持ちもするんですよね、缶詰だから。もちろんですから、あの海軍の方たちがそういった缶詰を持ち歩いていたということ。これ欲しい。でもなんかこれ本当は宣伝のために作られたって聞いたんですけど。あ、いい質問が来まして、実はですね、すごいよく調べたんですが、実はね、ほうれん草の缶詰をほら食べて強くなるって、ポパイが強くなるっていうストーリーができたのが1933年なんです。はい、そしてポパイが、まあ、映画化された時なんですけれども、ね、今映ってますね。はい、VTR にもあったようにですね、先ほどのほうれん草の缶詰はすでに1861年の南北戦争の時にはもう缶詰自体はあったと。だからポパイが生まれる前にもうほうれん草の缶詰ができてたんですよね。で、なぜポパイが、皆さん声を揃えて、なぜポパイがほうれん草の缶詰を食べるようになったのかと言いますと、ポパイが誕生したのが1920年代で、その時にちょうどほうれん草というのが万能野菜だというふうに注目をされていたんですよ。鉄分がまず取れますよね、って言うでしょ、うん、鉄分がすごく入ってるから万能野菜だって注目されてて、そこに目をつけた作者が、うん、じゃあポパイが強くなる理由としてほうれん草を食べさせようということになったんですよね。でもね、さっきリカちゃんが言ってくれたんですが、もう一つ私たち調べました。ちょっとこちらをご覧ください。この図を見ていただければ分かるんですけれども、はい、ほうれん草はね出ますでしょうか。このようにあんまり鉄分入ってないんですよ。よく見るとビタミン A とかビタミン C とかビタミン類が多い。意外。あ、お肌意外でしょ、うん、ということでもしかしたらポパイは、ま、力も強くなってたかもしれないが、もしかしたらほうれん草を食べることによって美肌になってたんじゃないかなという、ね、結論に達したんですが、食べようもっといかがでしょう。さあ食べてください。皆さんも綺麗になる。はい、ということで以上テレビ操作戦いかがでしたでしょうか。明日のこの時間はですね、テレビ操作戦水戸黄門の裏側お送りします。お楽しみに。さあ最高エクスプレスの方に行きましょう。今日のクエスチョンはこちらです。4つの壺があります。このうち1つには実は蛇が入っているのですが、それは一体どの壺だと思いますか。次の中から選んでください。 A 紫と黄色の派手な壺、 B 危険と書かれた壺、 C 白い壺、 D 緑の波模様の壺。さあ果たしてこのクエスチョンで一体何がわかるんでしょうか。詳しい解説は CM の後すぐです。